きラジオ第30回、サックス奏者の早坂幸です。前回はブエノスアイレスでいろんなレゲエのバンドやスカのバンドで演奏したという話をしました。そして今回はですね、その後に1週間だけパタゴニアの方に挨拶代わりに行きます。そこで演奏もするんですけれども、まあその時の話をしたいと思います。そして最後にかけるのは、今回はちょっとアルゼンチンの国歌について、おしゃべりもしようと思ってますので、それも、素晴らしい歌を紹介したいと思います。お楽しみに。パタゴニアというと皆さんは何を思い浮かべるんでしょうかね。私たちも本当に、こういう思いがけなく親戚ができるまではパタゴニアなんてもう絶対一生行くこともないところだと思ってました。本当にフィンデルムンドっていう、世界の果てという言われてるぐらい、偏僻なところ。リオが、たまたま留学したのがそこのサンタクルスという町だったんですけれども、それはもう本当にマゼラン海峡がすぐに、ありまして、ちょっと下へ行くと南極ということになるんですけれども、雪は多いかというとそうでもなくて、全部、山脈のチリ側の方に落ちてしまって、もうひたすら冷たい風が吹きすさんでいる。もうだから高い木が一本も生えないという、そういう町でした。ですから、飛行機で2、3時間だったかな、アルゼンチンからブエノスアイレスから飛行機で到着するときに、窓からその土地を見て唖然とします。本当に何にもない木がほとんど生えてないし、すごく広い荒野が広がってるんですね。こんなところにリオは1年間も過ごしていたのかと思うと、なんか込み上げるものがありました。ここでもうお父さんやお母さんたち、おじいちゃんはおばあちゃんまで、家族揃って出迎えてくれます。1年後とはいえもう本当によく来たねっていう感じで、リオを一番可愛がってくれたおばあちゃまがいるんですけれども、おばあちゃんは本当に喜んでましたね。みんな本当に温かい人たちばかりで、お世話になりましたとお礼を言いつつ、もうでも言葉も本当に私たちはほぼできないので、向こうも英語もわからないということで、もう全部リオが、通訳をやるので、本当にリオは疲れていましたけれども、それでも、 もう本当到着してからすぐに、空手の道場に連れてかれて、みんな、空手の仲間たちとも再会し、リオは、本当にみんなから愛されていたんだなっていうのが分かって、もう涙がちょちょ切れました。でもそれで翌日かな、演奏会をする前に、まずはカラファテという公園で、氷河公園にお前たちを連れて行ってやるよ。もう全てスケジュールが組まれていたんですね。お父さんが全部、会社を休んで、お母さんと2人で私たちを付きっきりで車に乗せていろんなところへ連れて行ってくださるということで、私たちも何が何だかわからないまま、言われるままについてきました。カラファテの公園というのがやっぱり車で、リオガジェゴスから2時間ほど、どんどん下へ行くんですけれども、その氷河公園というのもやはり素晴らしくて世界遺産になっているところですけれども、寒い6月ですから、もう本当に雪が舞い散ってきて、もうずっと見てられないんですね。氷河が落ちるのが5分か10分に1回グラグラッと落ちるんですよね。それをじっと見て、その落ちるのを見て帰ろうとするんですけれども、もうじっと見てられないぐらい寒いだからもういいかってちょっと振り返るとガラガラッて後ろの方で音がしたあーみたいなそういう感じで、結局ちゃんと見られないまま、その氷河公園を後にします。ただその途中でこの氷河をロックグラスに入れてウイスキーを飲むんだってお父さんが張り切っちゃって、リオとトシキと3人で氷河を拾いに行って、それをロックグラスに入れて、ウイスキーをついで3人で乾杯して、それを待ってる私とお母さんは、バカね男たちはっていう感じで、こんな寒いとこ外へ出たくないわよねって言いながら車の中で、お話をしてたんですけれどもね。
まあ、氷河公園の、カラファテという町にも、小さな町ですけれども、やはり空手の道場がありまして、お父さんがそこでも教えてらっしゃるということで、そこでまた子どもたちの前で、初めて演奏をするんです。そこで一泊する予定だったんですが、雪がなんと降ってきまして、珍しいんですね、雪は本当になかなか降らないんですけど。ですからお父さんも車のチェーンを持ってなかったんで、カラファテで慌ててチェーンを買い出しに行きます。で、なんか何時間か戻ってこないなと思ってたら、やっと見つけたよ、安くていいのがあったよって言いながら、チェーンを買ってくる。そして装着して、もう今日はこれで帰ろうって言い出しました。こんな夜中にここ一泊するんじゃないのって言いながらも、もうお父さんの言う通りにしなくてはいけないので、みんなあたふたと荷物をまとめて、帰る支度になりました。で、素敵なそこロッジだったんだけど、そこも泊まらずに、チェーンを装着してしたお父さんと、夜中に雪のしんしんと降る中、山道を越えていくんです。そしたらチェーンがバチッ左が切れまして、でみんなでもう吹雪の中、チェーンを取り外さなきゃとか取り付けなきゃっていろいろやるんですけれども、結局取り付けられなくて、1個だけのチェーンで恐る恐る帰ってきます。で、2個目の最後のチェーンもバチッ途中で切れて、私たちはもうでもあまりに疲れてたのでうとうとっとしてたんですけれども、ドンという音で目を覚まします。何が起こったのか一瞬分かんなかった。車が一回転して崖の方に落ちたんじゃなくて、山側の方の、壁にドンとぶつかったんですね。万が一崖に落ちてたら、死んでたところなんですけれども、それでも笑いながらお父さんはあーなんて言いながらロックをかけまくって真夜中に家まで帰ってきます。まあ、もっともっとひどくなったら、リオガジェゴスに帰れずに、私たちのコンサートも、翌日に控えていたコンサートもできないってことで、お父さんの、正しい判断で帰ってきたんだと思いますが、本当命からがらという感じでした。それが夜中の3時過ぎでしたね。私たちはベッドに入って、そして翌朝のもう7時8時ぐらいに叩き起こされるんです。で、何だろうと思ったら、お母さんがテレビを指さしてるんで、はってテレビを見上げたら、リオが映ってるんですよね。ああ、ニュースになってるんだと思ったら、なんかスタジオで喋ってる感じがあったので、慌ててリオが寝てるはずのベッドを見たら誰もいない。今そう、生放送でニュース番組にリオがお父さんと二人で出てたという、どういうこととか言いながら、宣伝も兼ねてお父さんが、町の有力者だったからですね、テレビ局に声をかけたんでしょうね。リオを出演させて、今日の、夜の何時から、コンサートがあるから皆さん来てくださいっていうような宣伝も兼ねて、リオが出ていました。びっくりでした。で、その日のコンサート、お父さん300人ぐらい生徒さん全員にチケットを売って、親御さんも一緒に来てくださって、本当に盛り上がりましたね。もう忘れられないで、もう一回来ることになるとは、この時は思ってなかったんですけれども、本当に素晴らしい。みんな CD を買ってくれたりして、故郷に錦を飾ったわけです。リオがアルゼンチンにその留学した時に初めてスカイプをして、ご両親と挨拶した時に音楽の話になって、もう俺たちも音楽が大好きなんだよ、それならアルゼンチンで聴いた方がいいよという音楽ありますかって聞いたら、まず最初に出たのがメルセデス・ソーサという女性のフォルクローレの歌手でした。それで彼女の声を聞きたいと思って慌てて、Amazon で CD を買うんですけれども、このカントーラという2枚組、最後に作った2枚組なんですね。彼女が2009年に亡くなるんですが、作ったのも2009年、リリースしたのも2009年という、もう超スピードでラストの CD を作ります。この時74歳ですから、もう本当に車椅子に乗ってヨレヨレだったのにもかかわらず素晴らしいCD になりました。十分フォルクローレの素晴らしさがわかるんですけれども、その最後の最後、2枚目の一番最後に入っていたのがアルゼンチンの国歌だったんです。国歌といっても1813年に
アルゼンチンが独立します。その時に作られた曲なんですけれども、まあ世界で一番長いのはギリシャの国歌らしいんですけれども、それは同じ繰り返しの、リズムとフレーズで13番とかその何番まであるっていうので長いんですけれども、アルゼンチンの国歌はとにかく、最初のイントロダクションから最後までがもうどんどん変化していって素晴らしい音楽で、それが全部かけると5分以上かかってしまうっていうすごい国歌なんですね。普段サッカーの試合の前とかはこのイントロダクションだけを使っているようです。この曲の最後に栄光に満ちた死を誓おうっていう詩があるんですね。最後の詩がそれを彼女はモリールという死という言葉を使わず、ビビールという生きるという言葉をあえて使っています。そこも注目して聞いてください。ということで、今日かけるのはメルセデス・ソーサ・カントーラという最後のアルバムですね。遺作となったアルバムの最後に入っている曲、イムノ・ナシオナル・アルヘンティーノをお送りします。どうぞお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。Al gran pueblo.